鉄桁ホイールに交換しました。サイクルガジェット30ミリから鉄桁なのでリボックス、なんか重そうな名前。これね、フェルトのロードバイクのエントリーの完成車。え、そうなの？それで鉄桁って言われてるの？完成車でエントリーモデルってだいたいホイールはリーズナブル、リーズナブルというか。そうなんだ。だいたいどこで金額をコストダウンするかというとホイールなのよ。そうなの？うん。例えばフレームは例えばカーボンです、うん、でコンポが例えばティアグラですとか105ですとかってしといて、ってなるとどこでコストダウンするかっていうともうホイールなんだよね。そうなんだ。じゃあめちゃくちゃやっぱりいいじゃん、チューブラーで。そうだね、軽かったし。まあ大体1万ぐらいだったよね、前輪で。前後で2万だよね。いや、1万5000前後で。安いね。安いって思っちゃうね。1万5000ってママチャリ買えるよ、冷静に考えると。確かに。あ、高いですね。ただロードの世界ではまあそうですね、ここからスタート。なるほどね。で、これ重量がシャマルと比較すると、シャマルミレが前後で1450だ。で、鉄桁が前輪後輪合わせて約2キロ。その差は550だね。 550g ね。うん、ホイールで 550g はなかなか大きいよ。サイクルガジェット。で、これで実際にもう乗ってみたんだよね。乗ってみました。何か感想は？感想ね、気づいたことが3つあって、まずは巡航速度は体感としてはやや遅くなったかなっていう感じはする。じゃあ最高をここつけられないんで実際に数値は分かんないんですけど。で、それがあ、これやっぱ重いなって感じたのが2つ目で、坂がねめっちゃ重く感じる。シャマルは硬いから踏んだ分だけ前に進むんだよね。これね、やっぱ重いなっていうのはある。前よりも登りにくくなった。ちょっと重りをつけられたような、そういうイメージ。そう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 、ね、それはね坂で感じたから、あ、やっぱ多分巡航速度も落ちてるんだろうなっていうのはなんとなく感じる。で、3つ目がホイールはシャマルと比較するとめちゃくちゃソフトというか柔らかいって言った方がいいのか、ちょっと鉄桁履いてシャマルやっぱり硬いんだなっていうことが分かった。シャマルは硬いです。ガッチガチだね、あれ。やっぱ比べて分かる？分かる。その性能は一旦置いとくけど、ボラワンのあの柔らかさとちょっと似てる。ちょっと乗り心地がマイルド。そう、うん、ここがねだいぶ結構動くね。うん、もうシャマルびくともしないからさ。とかエントリーモデルだから、いろんな人に乗りやすく、あ、ね、初めての人とか女性の人とか、そうがシャマル履くと多分ケツが痛くてしょうがないってなっちゃうから、からね。そうか、そうだから、そう思うとやっぱ硬いんだなっていうの。あと坂がやっぱ登りやすかったなって思った。シャマルは硬い分そのまま前に進むからね。あ、やっぱ分かるんだ。サイクルガジェット。あ、そう、あとね、もう一個、巡航速度落ちたっていうことは、そのなんだ、最初の漕ぎ出しはどうなのかって思うじゃん。信号待ちとかで漕ぎ始めるとき。うん。あんま重いなっては感じなかった。あ、そう。うん。逆にじゃあそこはそんな苦にならない感じ？うん、苦にならなかったね。どんなの時からボラワンに変えた時の方が分かった。分かるっていうの。あ、そう。あれ、思っては思わなかったかも。じゃあ普通に使う分には別に。あ、全然問題ないと思う。これで別にじゃあ100キロサイクリングを行こうとか言われても、あ、別にいいよ。まあそれよくやっぱシャマルとかの方がいいけど、まあね。これでもなんか別にそんな、なんか思ってたほど鉄桁ってすごい悪いイメージ、悪いイメージっていうか、思ってたほどあまり良くないイメージがあったから。鉄桁っていう、そう、響きがなんかちょっとすごい重そうで、足に鉛でもつけたようなそういう表現だけど、でも別に全然使えるってことだね。そう、全然使える。あ、でもこれで坂登りたくない。昼クライムは行きたくないってこと？平地100キロとかだったら全然いい。これでヤビツ登りましょうとか絶対に嫌だ。あ、それがやっぱり差は感じるの？坂でね、より感じた。シャマルミレだったらまあ登ってもいいかなって思っても、うん、これだと嫌。嫌だね。あ、そんなわかんだ。平地ならいいよ。山を本格的に登りたいとかっていうのでなければ、そうだね、別に全然鉄桁から始めて。逆に軽さが求められるじゃん、あれ。そうだね。平地は別に軽さはそこまでだと思うから。サイクルガジェットで、そう、乗ってるとあんまりその 550g の重さの重さがちょっと分かりづらいけど、これね持ったらね、うわ、重ってなる。持ち上げると、そう、前片手で、片手でっていうか、まあ肩に乗せて軽々階段とか登れてたんだけど、今なんかうってなる。ちょっと重い。たった 550g でも感じるんだ。そう、乗ってる時はその 550g の重さが分かんなかったけど、ちょっと重いかなぐらいだったんだけど、うん、もっとね、重い。
いつも持ってるからわかるけど。装備は他何にも違わない。変わってないね。全然何も変わってないよ。ホイールだけだね、変わったのは。どうしてもやっぱりそのかっこよさ的にはエモいものはないのはしょうがないね。まあそうだね。はあ。おお、一気に変わった。やっぱ見た目大事だね。こうやって比較すると全然違うね。全然違うね。フレーム一緒なのに、でも大きさ同じだよね。なんかボラの方がでかく見え、ハイトがあるからって。リムハイトが、なるほど。これ35ミリです。これまあないもんね、ほぼ。まあこれは2センチちょいとか。あれサマルって20ぐらいだっけ。定価ベースで17、8、今の価格覚えてないけど、税抜きで18ぐらいだったと思う。じゃあ税込みで20だね。ということはこのホイールが10台買えるんだ。雑に言うとそういうこと。で、これが定価ベースで27、8。単純計算だと30台か。まあ30台か、怖っ。サイクルガジェット、これ両手で一緒に持っても分かる。重いわ。分かる。さすが、分かる。分かる分かる分かる。まあボラマンは欲しいとは思わないかな。あ、そう。高くてなんか高嶺の花子さん的な感じ。あ、まあなんかもう、いや別に私そんないいですって感じかな。まあこれはね、ボーナスでも出た時にとか。いや、ボーナス出ても買わないかな、高すぎて似合わない気がして。いや、これ離れすぎてるから握りづらいな。はいはいはい。でもちょっと動くね。そうだね、動くね。あんまでもまあ同じぐらい。あ、そう。いや、こっちの方がうわ、ムニムニって感じはしない。どうだ、男の力だったらどうなんだろう。あ、いや、ボラの方が硬い。あ、硬いか。テンションが高いね。あ、そう。うん、こっちはスポークの数も多いからね。あ、それもあるね。だから一本一本はテンション緩くて済むから。うん、そうくらいだとやっぱシャマルは硬いわ。シャマル本数も少ないしね。そうそうそう。太さはでもそんなに変わらんかな。でもこっちの方がきしめんっぽさがある。こっち丸だから。あ、そうかそうか、うん、シャマルはさらにきしめんだからね。そうだね、うん、太さもあるし。あれはサイクルガジェット。あとは気づいたこととしては、これの音がねほぼない。なんかちょっと、あ、フリーの音ね。そう、なんか、カンパとかだとウィーンって音が。まあね、あれはあの欲を言えばそういう感じのホイール音がいいけど、シャマルも別にウィーンって音はしないじゃん。こっちはなんかさ、なんだろう。でも最初のカラ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 っていう音とさ、こっちのちょっとかっこよさが違うよね、やっぱり。本当だ。なんか安って感じしない？まあ。でも性能としては別に何の問題もない。そうだよね。なんか別にそんな乗りづらーない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 もんね。全く普通に走りやすい。だからこれでも100キロはいいよっていう感じはする。